少人数ですれ違うときは距離を取り筋トレやヨガは自宅で動画を活用しましょう狭い部屋には長居しないようにしましょう歌や応援は十分な距離を取るかオンラインにしましょう新型コロナには負けないこの後も。 ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。 皆様こんばんは本日もやってまいりました水曜チラチラ作戦のお時間でございますこの番組は昨日ワンシティ FM 8 1 8ヘルツでお送りしておりますほかにリッスンラジオではスマホや PC から日本全国で番組を聞くことができますこの番組はえ私コギーが主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げましてそこから問題提供し沖縄をより住みよくするための方法を皆様ともに考えていく番組でございます さて、11月に入ってからはですね、先月まで沖縄県では緊急事態宣言期間後の制限措置武漢ウイルスをめぐる制限措置の発令もありまして先月までは飲食店なども時短営業を続けているところが多かったんですけどが11月に入ってから一部の飲食店を除いて時短営業が解除されまして通常の時間まで営業している形になっております。 それとの飲食店だけではなくてでさ、ね、まざ、あ、まなイベント等もあの通常通りまあり感染症対策を徹底させた上えで、まあ、開催されるようになっております、まあ、例えば,の先月例えばの来月、まあ、予定されておりました那覇マラソンにつきましては、まあ、中止が以前から決まっていたんですけども、以前から中止が決まったもの以外はですね、あのイベントもあも再開されておりまして、えー、武漢ウリース前のような状態 になりつつあるというのが私は非常にいいことだなというふうに思います。まあ、このようにですね、まあ、制限期間が解除されたということもありまして、まあ、日々の日常ですとか、まあ、そういったものがだん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 戻ってきているという状況になっております。そしてあのまあ再開と言いましたらあのまあいろんな方の講演会これもですね、えー、各地で行われるようになっております。 まあ、沖縄県内でもあの、まあ、いろんな講演会のチラシとか、ポスター、あの、告知を見かけるようになりましたけども、あの、今日、あの、紹介するのは、あの、内地であの、開催される、まあ、東京で開催される講演会ではあるんですけども、まあ、実はあの、YouTube でも、まあ、ネットであの、配信されることがありますので、まあ、沖縄の、沖縄に住んでいる方でもですね、まあ、YouTube から、えー、ご覧になれる、そういった講演会の、お、ことを告知したいなというふうに思います。 以前、あの、去年ですかね、あの、一押しの地方政治家というコーナー,あーの中でお送りしました、えー、杉並区の小林由美さんの、まあ、講演会が、えー、来月12日の日曜日に、えー、東京の、あの、九段下にあります、あの、リソナビルというところで開催されますので、それを告知いたします。まあ、講演会のタイトルが、えー、子供を守れ、属、政府財にご注意という、そういった講演会になっております。 で、会場がの12時正午になっておりまして、まあ、開始が12時半、で、終了が午後2時半の予定になっております。先ほど申し上げましたように、あの、開催は東京で行われるんですけども、まあ、こちら、あの、ネット配信も行われますので、まあ、ネットからでも、あの、沖縄に住んでいながら、あの、ご覧になることができます。で、この、講演会の趣旨、あの、小林議員のツイッターからお読みいたします。2年前に行った講演会、ストレスサイクにご注意の続編です。野党議員は、市民団体、 NGO だけでなく、与党内にも数多く存在するステジス左右の真の狙いは、現役の国会議員が派手で感じる隠れ左右による左派政策の駒の進め方、政府や、えー、各自治体の対応、未来を生きる子どもたちへの影響、そして、えー、子どもたちを守る方法とは、体系化して整理することでステルス左右の戦術が見えてきますという、まあ、そういったふうにあの告知されております。 ステルス細という言葉はです、ねまあ、小林議員の,あの造語ではあるんですけどが、まあ、隠れ細工というそういった意味になります。 まあ、ステルス値下げっていう言葉、あの聞いたことある方、ある方いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、例えば、あの、弁当、お,お弁当でですね、えー、同じ値段ではっているんですけども、実は、あの、ご飯の量が、あの、微妙に減ったりですとか、あと、おかずの量があの微妙に減らして、えー、まあ、同じ値段で売るっていうのが、あのステルス値下げっていうことではあるんですけれども、まあ、小林議員はですね、まあ、そこから、あまあ、ステルスという言葉をですね、あの応用して、まあ、ステルス細工という言葉で、隠れ細工のことを言っております。 まああの隠れ左翼というぐらいですからあの表面上あの左翼に見えなくてもですねあのそういった人がいるということにですねご用心くださいというまあそういった内容の講演会を行いますまあ先ほど申し上げましたようにあのまあ東京で、えー、開催される講演会ではあるんですけどもまあ、全国どこででもあのネットでご覧になりますのでまあ、ぜひともあのまあ水曜チュチュラ作戦のあの ツイッターではすでにあの小林議員のツイートをですね、リツイートしておりますし、あとフェイスブックでもあの、ま、具体的な内容をあの、お知らせいたしますので、ぜひそちらをご参考の上、お聞きになっていただきたいなというふうに思います。さて、あの、今日のテーマなんですけれども、あの、このところあの、ガソリン代がですね、高騰しておりまして、ま、結構生活にあの、影響が出ているという、ま、そういった方も多いのではないかなというふうに思います。で、今回の放送テーマは、ガソリン価格高騰に打つ手はないのか、 こういったテーマでお送りしたいなというふうに思います。まあ、以前まではですね、まあ、沖縄県は、まあ、県に比べまして、あの、ガソリン代が安いと言われてきておりました。まあ、今、去形で言ってるんですけども、まあ、今はそうなってないからの過去形になってるんですが、まあ、以前ですと、あの、沖縄県内ではですね、まあ、ガソリン価格が、あの、内地よりも安いという状況になっておりまして、まあ、比較してみますと、あの、時には、まあ、内地に比べて、あの、1リットル当たりのガソリン価格が、まあ、10円以上安いという、まあ、そういった時も、あの、あったぐらいです。 まあこれはですねあの、まあ、沖縄は車社会ですから、まあ、多くの方が助かっているなというふうふに思うんですけどもあの以前まで、まあ、沖縄のガソリン価格が安かった一つの要因といたしましては税制優遇が挙げられます、まあ、この税制優遇というのは沖縄県がですね、まあ、受けているあの恩恵の一つなんですけども、まあ、特別措置法で,です、ねまあ、1リットル当たり53.8円のガソリン税が内地でかかっているんですけども、まあ、この内地でかかっているガソリン税の価格 1>, 1リットルあたり53.8円が沖縄県では7円安くて46.8円というふうになっておりましたつまり1リッター当たりのガソリン,代ガソリン税のです、ね、価格が7円安くなっているということもありましてそれで内地に比べまして沖縄のガソリン価格が安くなっていっというそういった状況になっております まあこの税制優効はです、ね、今も続いているんですけれども、あのただ、今はです、ね、この沖縄のガソリン代が内地に比べて安くなっているというのは、今や昔の話になっております。では、そのことをです、ねまあ、書いている記事を紹介いたします、まあ、琉球新報の11月11日付の記事なんですけれども、県内ガソリン174円、1円40銭値上げ、過去4番目の高値という、まあ、そういった見出しで出ております。 では、記事の中身を読みます。経済産業省が10日に発表した8日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格で沖縄県内は1日時点の前回調査と比べて1円40銭高い174円60銭となり県内では過去4番目の高値となった7週連続の上昇で家計産業へ悪影響が懸念されている廃翼は1リットル当たり 一円三十銭高い、百八十三円九十銭。軽油は、一円三十銭高い、百五十三円九十銭だった。全国平均の小売価格は、前回の調査より三十銭高い、百六十九円で、百六十九円で、十週連続の上昇となった。長崎県と鹿児島県の百七十六円四十銭が最も高く、沖縄は全国五番目だった。灯油も、十周年、 連続で値上がりし、18リットルあたりの価格は10円高い1949円だった。調査した石油情報センターによるとコ、コロナ禍からの経済回復で原油の需給が逼迫し、価格に転嫁された。来週は横ばいを予想している。経済回復で需要は引き続き高まる一方、 米国の権有在庫が市場予想を上回り続けていることなどから、需給が落ち着くと見られているという、まあそういった記事になります。 まあこの最後の時給逼迫が落ち着くと見られているという風に書いているんですけどがそうなってくれればですねまあ原油価格の上昇にも歯止めがかかるかなという,ふうに思うんですけどが私、これ見てですね非常にびっくりしたのがまあ沖縄県内のガソリン価格まあ今月8日時点のガソリン価格はですねもう全国で5番目に高いというまあそういった状況になっているんですね。 で、あの、一番、あの、沖縄県内のサリン価格は、まあ平均で170円60銭となっているんですけども、まあこれ離島に行くとですね、なんか200円近くになっているという、まあそういったところもあるようです。 まあそういったこともあります。特に離島ですとなぜガソリン代が高くなってしまうかと言いますと、やはり輸送代がお話されるということもありまして、まあそれで離島地域ですと、平均よりも、県内平均よりも、あのガソリン価格高くなってしまうということではあるんですけども、あの、沖縄本島内でもですね、あの、1 7 0円、ガソリンが1リットルあたり174円というのはですね、まあ非常に高い水準だなというふうに思います。 ちなみに、あの、私、あの、過去のガソリン価格の推移を調べてみてますところ、あの、記憶にあるのが、あの、2008年に、ええー、まあ、ニューヨークの原油価格、まあ、WTI というですね、まあ、指標があるんですけども、その価格が、ええー、147ドルの最高値を記録いたしました。まあ、その時の沖縄県内のガソリン価格はですね、まあ、ほぼ、あの、1リットルあたり174円ぐらい。まあ今とですね、同じくらいの水準なんですね。 で、現在、あの、この WTI の価格はですね、まあ、80ドル台前半をうろうろしているんですけども、あの、今よりもですね、えー、この WTI のガソリン価格がですね、六、え、十、ー、60ドル以上高い時の時、時と、時と、まあ、それからの沖縄のガソリン価格がですね、同じ水準ということになりますと、もし、あの、この WTI の価格がですね、 あの、2008年の時のように、もう100ドルですとか140ドルとか、まあそういった数字になりますと、もう200円超えちゃうのかなという、まあそういったふうにですね、考えますと、非常に恐ろしいことだなというふうに思います。そして、あの、記事の中で触れていたんですけども、あの、今、ガソリン代が一番高くなっているのは、長崎県と鹿児島県なんですけども、まあその、両県のですね、価格が176円40セント、沖縄県と比べますと、 一円八十銭、えー、高くなっているんですね。ということは、あの、冒頭で、あのー、沖縄県内のガソリン価格、ガソリン税がですね、えー、内地に比べまして、の、一度あたり七円安いということになっているんですけども、まあ、この税制措置、訂正優遇措置がなければ、沖縄県が、全国で一番ガソリン価格が高くなっているという、まあ、そういった、あ状況になっているんですよね。まあ、そうなりますと、あのー、まあ、車社会で、あのー、ガソリン、車社会で、まあ、沖縄県内の、 車の所有台数、大体115万台を超えているというふうに言われております。まあ、沖縄県内の人口140万人ですから、もう、あの、まあ、運転免許を取られる18歳以上の人であればですね、一人に一台あの自動車を所有しているという、まあ、そういったことになっております。まあ、それだけ、あの、まあ、余ったのですね、あの、内地に行けばですね、もう沖縄、沖縄よりもない、 沖縄よりも、あの、自動車の保有台数が、あの、多い県はあるんですけれども、まあ、一人一台ということになりますと、まあ、沖縄は本当に車社会だっていうことは、まあ、実感さ,れさせられますし、その分、ガソリン価格というのがですね、まあ、家計に響くわけなんですよね。 まあそうなりますと、あの、まあせっかく、あの、緊急事態宣言ですとか、あと緊急事態宣言後の,あの制限措置が取れたっていう、まあ取れて、まあ飲食店のですね、営業も通常に戻ったというふうに言い,言いましても、まあなかなかちょっとあの、他のところにはですね、ガソリン代以外のところにはお金が使いにくくなっているという、まあそういったことになってしまわないでしょうか。 まあガソリン税につきましてはですね、今、内地よりも7円安くなっているんですけども、まあもっと安くできないかという、そういった声もあるようなんですけども、まあガソリン税というのは国税なので、沖縄県が独自で動かせるものではないんですね。まあもっとあの国がですね、あの、まあガソリン税、えー、減税ですとか、あとガソリン税廃止をやってくれれば、もう本当にあの、ガス車、日々車を使っている方はですね、大助かりといったところなんですけども、国はまだそのようなですね、動きが出てくる気配すらありません。 となれば、あの、今、沖縄県はですね、玉木田議員知事では、の、県政課ではあるんですけども、あの、まあ、打てる手はないものか、まあ、私なりに考えてみたんですけども、あの、まあ、こういったふうにですね、まあ、政策をやってみてはどうかということをこれから提言したいなというふうに思います。まあ、沖縄ではですね、あの、まあ、新聞で報道されておりますように、まあ、県内の観光、県内観光を活発化させるために、再発見プロジェクトというのを実施するようになりました。 再発見というのは、再びという方の際ではなくて、彩り、色彩のンという漢字を使って再発見プロジェクトというふうに言われております。まあ私、この再発見プロジェクト、まあやるなとは言いませんけれども、それよりも、あの、まあ自動車所有者に対しましてですね、まあガソリンの価格のキャッシュバックですとか、まあそういったことをやった方がいいのではないかなというふうに思います。 再発見プロジェクトはどういうものかにつきまして、1月10日付の沖縄タイムスで紹介されていましたので、そ,れをその記事を読みます。記事の見出しが、県内観光活性化に期待、再発見今日から販売というふうに出ております。まあ、記事一部だけお読みいたします。県民を対象に県内旅行の代金を一部助成する沖縄再発見キャンペーン第4弾が10日から販売される。 新型コロナウイルス化で深刻なだけを受ける観光業界の期待は大きい。一つの島内をめぐる旅行は15日分から割引対象となる一方、飛行機やフェリーを利用した島をまたぐ旅行は26日からになる。対象期間が、対象期間が12月末までと限られるのか、観光業者は離島観光の開発に遅れが生じると訴え、早期実現を求めている、早期実施を求めているという、まあ、そういった記事になります。 ちなみにこの沖縄再発見のクーポンなんですけども、あの、まあ、1万2000円分のクーポンを購入しますと、1万2000円分のクーポンが5000円で購入できる。もう最大で何千円得するという、まあ、そういったものになっております。まあ、これ、あの、やるのは、あの、いいんですけども、ただ、あの、記事の中で書かれておりましたように、あの、期間が、え、12月末までと、まあ、今年いっぱいと非常に、あの、限られた期間でしか行われていないんですね。 でこの再発見プロジェクト、まあ、第4弾というふうに今、けなってますけども、第5弾が実際かどうかにつきましては、あの今の段階では全くあの見えてきませんし、しかあの12月末までになりますと、まあ、この再発見プロジェクトをやっても、ですね観光に行かない方、多いんじゃないかなというふうに私、思うんですね。と言いますのも、あの多くの仕事がですね、まあ、これから年末にかけて、繁忙期を迎えるという、まあ、そういった状況になっております。 まあそうなりますと、のなかなかこの期間にですね、まあまとまった休み、まあ土日以外のですね、まとまった休みを取るというのは難しくなるということになりますので、まあそれであの旅行に行くかといえばですね、私はもう行かないのではないかなというふうに思います。まあ12月末までの期間なんですけれども、まあさすがにあの12月29、30、31になりましたですね、まあ年末年始の休みに入るとは思うんですけども、まあそれでもあのー、 ま、年末、今年の年末につきましてはですね、あの、武漢ウィルズのあの、緊急事態宣言が、なくなってから、まあ、あの、第6波の状況によってはまだわからないですけども、仮に第6波が来ないで、えー、まあ、この12月末のですね、え年末年始の休みの期間が、緊急事態宣言、緊急事態宣言が引かれないままになります引かれないまま来ますとですね、あの、本当に久しぶりに緊急事態宣言のない大型連休になるんですね。 そうなりますと、まあ、年末年始ですから、あの、旅行よりも、あの、親戚周り優先するっていう、そういった方の方がですね、私多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、特に沖縄県内、あの、親戚付き合いっていうのをですね、まあ、大事にするあの、県民性がありますから、私はこの旅行に行くというよりも、よりもあの、年末年始のお休みは、もう久々に、まあ、緊急事態宣言のない中でですね、まあ、親戚周りをするという、まあ、そういった方が多いのではないかなというふうに思います。 まあその親戚がですね、まあ、離島に住んでいればっていう、離島に住んでいたらの話は別になると思うんですけども、例えば沖縄本島内でですね、まあ、車で2、30分のところで行ける親戚、えー、になりますとですね、一、ま、日、あ、旅行用のクーポンを買ってですね、まあ、親戚回りするっていう方、いらっしゃらないと思いますので、まあ、私はこの今回の再発見プロジェクトの効果というのは、まあ、非常に限定的になるのではないかなというふうに思います。 それよりもあの多くの方が使う、先ほど沖縄県内は、もう1人,に1人1台車を保有している状態だというふうに言いましたけれども、そのような多くの人にあの恩恵が出るようなです、ね、政策をやった方がいいのではないかなというふうに思います、それにはあのガソリン代をです、ね、安くするという、まあ、そういったことをやるべきではないでしょうか、例えばあの、まあ、ガソリン代の,です、ねのまあ、レシートを、まあ、役所に持って提出しますと、そこで10%キャッシュバックするという。 まあそういったことをやってみた方がですね、私いいんじゃないかなというふうに思います。 まあ役所はちょっと年末年始の休み期間の休みなんですけども、あのこれにはです、ねまあ、来年の3月ぐらいまでの期間をされ、ね、まして、まあ、そこで例えば1リト当たり160円以上になっているときのガソリン代の価格のレシートを持っていけば、そこで10%のキャッシュバックをするという、まあ、そういったことをやってみるのもいいと思いますし、じゃあこれ、車のユーザーに行かせるのは面倒くさいということであればです、ね、まあ、あのガソリンスタンドですとか、あのガソリン販売店。 つまりあのガソリンスタンドで,です、ねまああのまあ、小売価格の10%安い価格でガソリンを売らせてでこの期間あの,のです、ねまあ、10%で安く売った分を、まあ、ガソリンスタンドのお店の経営者ですとか、まあ、そういったところにキャッシュバックするという、まあ、そういったことをです、ね、やってもいいのではないかなと思い,うういます。 それと先ほど申し上げましたように、えー、このガソリン税というのはまあ国税であるがゆえにですね、まあ、県独自でまあそれをまあ調整するという、減税したりするということができないっていうのであればですね、まあ、全国知事会という組織はせっかくあるわけですから、その全国知事会でまあガソリン税減税を国に要請するという、まあ、そういった働きかけくらいですね、やってもいいんじゃないかなというふうに思います。 先日もですね、まあ、玉木店員知事、あの、選挙を終わった後ですね、玉城店員知事は東京に行って、まあ、あの、いろいろ、あの、要請したんですけども、まあ、このガソリン税をですね、まあ、減税するという要請はやっていないようです。まあ、軽石の問題がありますので、軽石問題についてあの要請したのは、あの、いいんですけども、あそれに加えまして、あの、ガソリン税のですね、あの、減税、それを要請すべきではなかったんでしょうか。 まあ玉城知事がです、ね、上京するといえばアポなしで言ったこといえばあの反基地という、まあ、そういったことになっておりますのであの、まあ、反基地反基地ばかりにとら、ね、わずに本当に私たちあの沖縄県民のです、ねまあ、生活に密着した、まあ、そういった、まあ、沖縄県民のです、ね、生活を、まあ、少しでも助けるような、まあ、そういったことをです、ね、国に要請していに行くべきではないかなというふうに思います、まあ、反基地反基地ばかりにとらわれずです、ねまあ、ぜひともあの玉城知事にはあのもっともっと まあ私たち沖縄県民のですね生活を楽にする、まあそういったことをやってほしいなというふうに思うんですけれども、まあ今の玉城定一時にはそれができるかなという、まあそういったの不安も抱いてしまうというのも、まあ事実の、事実というところではあります。まあ来年にはですね、まあ県知事選挙があるわけなんですけれども、まあ本当にあの、まあ来年の県知事選挙こそですね、まあ県民、沖縄県民のための政策を、まあどんどん実施してくれるとまあそういった人は誰かを見極めて、まあ投票してもらいたいなというふうに思います。 まあ決してあのこの人反旗を訴えてるからいいねというまあそういったですねまあ本当に短絡的な基準で、えー、投票する人を選んでもらうのはもうやめにしてもらいたいなというふうに思いますではあの今回もですねあの番組の最後にお届けしております、まあ、今回の明るいニュースのコーナーに行きたいなというふうに思います、まあ、今回の明るいニュースは、えー 11月7日の日曜日なんですけれども、まあ、名護市にあります米軍基地、キャンプ・シュアブで2年ぶりにシュアブフェストが開催されたという、まあ、そういったニュースでございます。まあまあ、このままあ、今日の放送の冒頭でですね、まあ、武漢ウイルスのです、ね、緊急事態宣言も明けて、まあ、日常が戻りつつあるという、そういったことを言いましたけれども、まあ、この米軍基地のフェストもですね、あ今回、11月7日、あキャンプ・シュアブフェスタを川県に再開されるようになっております。 まあ11月7日日曜日でですね私もあの予定がなければフェスタに行きたかったんですけどもあのフェスタに,行っ,に行った人に話を聞きますとあのキャンプシュアブ前の道路はシュアブフェスタに向かう人で、まあ、渋滞していて、まあ、駐車場も満車状態になっていたよという、まあ、そういった話を聞き及んでおりますよくあの名古屋の人で、なまあ、名古屋だけではないんですけども沖縄県民は基地反対が多いというふうにあのメディアで懸念されておりますけどもあの 武漢ウイスの前からもですね、こういったふうに米軍基地のフェスタが開催されますと本当に多くの方が会場に足を運びます、まあ、そういったところから見てもですね、まあ、決してあの沖縄県民は、まあ、基地反対派だけが多数派ではないという、まあ、そういったことが裏付けられたということになるかなという,ふうに思います、まあ、この今回行われましたあのキャンプ・ショーフェスタなんですけれども、まあ、今昨今 武漢ウイルスの陽性数が減っているということも受けまして、まあ、2年ぶりに開催される運びとなりました、まあ、私個人的にです、ねえー、米軍基地のフェスタに最後に行ったのは、まあ、去年の2月の反省フェスタが最後でした まあそれ以来、あのですねまあ、武漢流出の影響もありまして、えー、どこの沖縄県内の米軍基地どこの基地も米軍基地フェスタは中止していたわけなんですけども、ま,あ、また来年から来年からです、ねまあ、普天間基地、まあ、この宜野湾シティ FM があります宜野湾市にあります、あのー、普天間基地、まあ、そこでもです、ねまあ、フェスタが行われるといいなというふうふに思っております。 私、ベーグルフェスターに行きますとです、ね、あの一番楽しみにしておりますのが基士内だけで売られておりますあのブルドックバーガーというハンバーガー、まあ、これを食べることをあの一番の楽しみにしております。 まあ、ハンバーガーじゃないかただのハンバーガーガじゃないかという,ふうに思われた方いらっしゃると思うんですけどもこのブルドッグバーガーというのはですね、まあ、その場であの焼きたてのハン,ハンバーガーを挟んだハンバーガーが食べられるという、まあ、そういったこともありまして、まあ、本当に出来たてほやほやのハンバーガーが食べられてですねもう味も良いということで私あの、米軍基地のフェスタに行くきにはですね、まあ、必ずブルドッグバーガーを食べることにしております。まあ、1個600円ととですね、まあ、ちょっとあの、まあ、市販され 父の外で、えー、販売されているハンバーガーからイられますの値が上るんですけども、それだけのですね、えー、お金を払う価値のある、非常に美味しいものでありますので、私今から、あの、このブルドックバーガーをですね、食べることを楽しみにしております。今回も最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。来週も水曜日の夜8時半にお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い一週間をお過ごしください。ごきげんよう 人数での会食や大皿料理の取り分けおしゃべりは避けましょう冠婚葬祭や親戚の行事も少人数で密室を避けましょうこまめに部屋の関係をしましょう新型コロナには負けない災害時にお役に立てるメディアふるさとの話題希望と勇気と元気を届けるメディア それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。